どうも、タリパーさんです。皆さん、今回ですね、こちら 7PX でですね、いつもですね、こちらのコンゲヘッド君を動かしてたんですけど、なんと今日はですね、こちらのドローンで使っているプロポでこいつを動かすことができるようになりましたよ。ちょっとね、動かしてみましょうか。ほら、こっちがね、スロットルで、こっちがね、ハンドルになります。なので、そうなるとこれで動かせるんですよ。あ、すげえ。バックがね、こう後ろに動く感じですね。こう前、バックで、ステアリングで動かしてます。はい、このように。そうですね、今までは車用だったんですけど、それはもう、ただね、一つ難点がありまして、こちらが全部動いちゃうんですよ。だからちょっとね、ここをね、横は横、こっちは縦は縦っていうだけで動かせるようにちょっと作らなきゃいけないなというところで、ちょっとね、あの 3D プリンターとかもあるんで、それを考えていきたいと思います。ただこれでやることで一つね、またさらにいいものができるようになったんです。こちらのね、ゴーグルつけてるってことはね、そうなんです、このトラッキングね、お前ね、トラッキングで動かして遊びましたね。あれがですね、なんと一発でいけるっていうことになったんですよ。これすごくないですか？だってこれでもうできちゃいますから。それでこのように操縦できるという。これ一本化したらもう最高じゃない？あのね、スティック用プロポなんで、あのね、すげえやりづらいです。だからそれをどうにかね、このステアリングとスロットルをね、やらなきゃいけませんね。こちらもね、外してみせないとちょっと分かりづらいと思う。よいしょ。こちら、そしたら、はい、こちら見ての通りね、トラッキングこちらやりますね。はい、そうするとできた状態で、ほら、でしかも、はい、スロットル動かせます。ほら、要は1個でできるってことですね。今までは2つないし必要だったんですけど、障害物だっていけないじゃないか。はい、てな感じですね。ちょっとね、ひとまとめにできるようになったんですよ。これいいでしょ？完璧じゃないですか、これ。このプロポで全部できた。ただね、これがね、全部こう動かす感じになっちゃうんでね、ここをちょっと僕が 3D プリンターで作っていきますんで、ちょっとお楽しみください。ただ、一つで完結したんで、だいぶスマートになりましたよね。これちょっとかなり僕は、これでバッチリだなと。ね、まあこうやってトラッキングで遊べるし、なおかつこれでちょっと探査ロボじゃないですけど、
それでちょっとできるからかなりこれいいと思うんですけど、まあ、ちょっと今後ね、これでさらにブラッシュアップしてやっていきたいと思います。まあ、今日はねこんな感じでちょっと 7PX で操縦してトラッキングとか分けてたんですけど、なんとこのトラッキング仕様に、こちらのドローン用のプロポーで全部ひとまとめにできました。これと連動させてトレーナーでつないで、それでこっちも動かせるし本体も動かせるっていう、バッチリですね。まあ、ちょっと今日はねこんな感じでお庭で、ラジコン遊ばせてみたバージョン2ですね、やらせていただきました。はい、まあこんな感じですね。今日はね暖かい、まあ、外の空気も吸いながらね楽しくやらせていただきました。皆さんいつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価の方もお願いします。この辺でドローンさせていただきます。ありがとうございました。バイバイ。